序盤特会だラジオ。はい、ということで、序盤特会だラジオ第2部でございますね。今日は忘年会スペシャルということだったんですが、前半は、ダイヤ改正ネタをやらせていただきました。そしてお待たせいたしました、後半は序盤特会だラジオの1年を、振り返って、見たいと思います。ということでございますが、現在も私はですね、テクテクと、スライドを打っているところでございまして、少々お待ちくださいね。皆さんのちょっとタイムラインを追いながら、行きたいと思います。まあこの間にいらしたすみのりさん、こんにちは、ありがとうございます。厚木インターから先、東名横浜インターまで、ちょっとじゃあ実際にやってみましょうか。今日時間ありますから、ゆっくりと、じゃあここで、交通情報もどきをやってみたいと思います。もうこんな時間、もうこんな時間では、ここで交通情報です。それではここで交通情報です。日本道路交通情報センターの常磐さん、お願いします。はい、お伝えします。実際の交通情報をお読みします。これは分からないぞ、ここだけには分からないぞ。今ジャルティックのところを見てるんですが、混んでますね。混んでますね。高速道路、高速道路はですね、まず、東名自動車道、東名自動車道、東名川崎間、東名川崎東京インター手前を先頭に、東名川崎インターまで渋滞。そして名古屋方面下り線、横浜町田インターチェンジを先頭に、横浜青葉インターチェンジまで渋滞。西湘バイパス、箱根口インターチェンジ付近で渋滞でございます。それ以外高速道路にはただいま目立った渋滞は、関東地方ではございません。東北地方も現在はございません。続きまして、首都高速、三軒茶屋を先頭に富ヶ谷インターチェンジまで渋滞。これ難しいですね。箱崎ジャン6号線6号箱崎ジャンクションを先頭に駒形まで渋滞。その影響で7号、箱崎ジャンクションを先頭に錦糸町まで渋滞。5号、江戸橋ジャンクションを先頭、江戸橋ジャンクション付近を先頭に、一つ橋まで渋滞。という感じでございましょうか。難しいですねこれ。そうですね、東名高速道路、失礼いたしました。ということで、はい、東名が混んでおります。お、すごい、金バス、調べてみたり、行ってみたり、金バス、そのようなんですね。あ、気づいたら金山と、夕日撮影してきます、あ、行ってらっしゃいませ、テイク3ということでございますけれども、交通情報でございまして、一応ですね、ちょっと今日東名が、東名川崎とかそちらの方でちょっと混んでいるということですね。皆さんですね、どうぞこれからドライブされる方いらっしゃ、もしいらっしゃいましたらね、お気をつけていらっしゃいませ。はい、ということで、お遊びはここまでにしまして、肩の力を抜いて今年1年の常磐特会のラジオを振り返っていきたいと思います。まずはですね、少々お待ちくださいね、スライドを新しく出しますので、今日ですね、たくさんメールをいただいておりますので、こちらの方は後ほどお読みしたいと思います。キーバスさん、今のはあな、なーなーしー、あ、 OK です、じゃあお読みしましょう。あ、そいやさーでいきますか。金バス、金バス、調べてみたり、行ってみたり、金バス、金バス、
あなたも私もキンバストリームラッキー、あいいですねハマってますね、いいですね。ということで、キンバスさんのを少々お読みしましたが、ではでは参りましょう。常磐特化のラジオ2013年の忘年会ということで、この1年この常磐ラジオは一体どういう配信をしていったのかというところも含めて見ていきたいと思います。よいしょと、ではテロップを今回は全部外しましてやっていきたいと思います。よいしょと、はい、音楽はここにしましょう。ザティックですね、失礼いたしました。ではでは皆さん、2013年常磐特化のラジオをお楽しみいただきまして、ご覧いただきまして、またご支援いただきまして、ご協力いただきまして誠にありがとうございました。あ、タッチさんありがとうございます。メールですね、今いただいておりますので、後ほど皆さんのメールをお願いしたいと思います。ということで、2013年ですね、常磐特化のラジオたくさんご覧いただきまして、皆さんにもですね、多くの方にご楽しみいただけたことを非常にですね、私も誇りに思っている。あ、島村さんありがとうございました。いってらっしゃいませ、良いお年を。ということで、2013年の常磐特化のラジオ一体どんな感じで配信していったのかというのをちょっと見ていきたいと思います。まず今年2013年常磐特化のラジオ一体何回やったのかというところになるんですが、常磐さんが所沢に引っ越してくることを祈っております。ありがとうございます。常磐特化のラジオ、2013年は配信数が、例年よりも少なかったので、今年46回配信いたしました。いやでもこんなにやったんですね、よくよく考えてみれば。46回常磐特化のラジオは配信いたしました。46回の裏には、たくさんの、皆様のですね、熱い応援および、叱咤激励がございまして、なんとかなんとか、2週間に1回、毎週が2週間に1回になりつつも配信させていただきました。46回ってことはほとんど毎週、そうですね、前半が毎週配信やっておりましたので、46回配信、もう46回もね、個人でインストをやってるっていうのをちょっと私自身もびっくりしてしまいました。ということで、まず常磐特化のラジオ今年46回配信させていただきました。まあ皆さんがね、全部ご覧になったという方は少ないかもしれませんが、ありがとうございました。さて、一体どんな配信をやったのかなということで、第一志望に受かってほしくもあり、関西に受かってほしくもあり、でも私やっぱ大阪も行きたいですよね、なかなか面白そうなところでございます。ではでは、そんな常磐特化ラジオ46回あったんですが、一体どんな配信があったのか、ちょっとなちらっと覗いていきましょう。まずは1月でございます。1月から8月までは毎週常磐特化ラジオ毎週土曜夜9時から配信しておりました。まず第101回ですね、2012年の最後の配信が第100回でございましたので、第101回が1月5日にございました。1月5日は西旅です。1月は全部西旅というシリーズをやっておりました。懐かしいですね。西ラジガっていう番組がね、 FM 相模にございますけれども、それをちょっとパロディにして西旅という名前を付けさせていただきました。大阪と熊本にお邪魔しまして、その時の、旅の記録をこの西旅という形でやらせていただきました。この頃から FM 相模風だと、そうですね、ちょうど FM 相模見始めたのが昨年の12月11月ぐらいですから、この頃からもう西旅というふうに名前を付けさせていただいておりました。まず西旅始まりは飛行機から、この西旅非常に飛行機を、リッチですね、飛行機3回も乗った旅でして、今考えてみたらものすごくリッチな旅をしたんだなと思ってますが、始まりは飛行機からということで乗った飛行機の解説で、
1月12日が常磐特快な宝遊記、熊本にお邪魔した際のレポートをさせていただいて、で西旅の中で一番好評だったのがこの第103回大阪市営地下鉄の今を除くが一番好評でございました。具体的に言いますと、大阪市の地下鉄、これは旅のレポートではなくて歴史とか民営化などのちょっとディープな部分触れていきまして、皆さんからのご意見ですとか、あとは大阪市営地下鉄の今をたくさん覗いて、行った配信でございました。そうですね、大阪市営地下鉄も変わった、相当今変わってますよね。そんな第103回が一番アーカイブの視聴者数およびツイート数が1月は多くなっております。大阪市地下鉄の今を除く、そして第104回はこれ流行りましたね、常磐特快の幸せ、幸福と書いて幸せと読みます、常磐特快の幸せな鉄道ユーストリームでございますね。サイバさんがね、サイバとしゆきの幸せなユーストリームでやったんですよね、常磐さんということで、私も福岡に、別日に行きましたので、常磐特快の幸せな鉄道ユーストリームという名前で西旅やらせていただきました。あ、トマトさんお帰りなさい。キンバさん、大阪は市バスも大きく変化しているので行きたいな、ぜひぜひこれ流行りましたね、ぜひ行ってらっしゃいください。ということで1月はこのように失礼しました、1月は西旅で、配信が、ほぼ行われました。そして2月に入りまして、一つ常磐特快なラジオに武器が入ります。それが今も使っているユーストリームプロデューサープロでございます。2013年鉄道系ユーストリーム候補大賞候補、ぜひ、ね、あ、ただこのぜひということは流行らせたのは私だと自負しておりますのでなんちってというところでございますけれども、第105回ですね、2月2日の配信よりユーストリームプロデューサープロを、購入いたしまして、導入しました。この頃はですね、まだアベノミクスも始まりたてで1万7000円ほどでユーストリームプロデューサーを購入することができました。今はどれぐらいするんでしょう、2万ぐらいするんですかね、やっぱり、今あのアベノミクスのおかげでね、これはあくまである、君のセールというのではおかげでという言い方にさせていただきたいと思います。アベノミクスの効果があって、今ユーストリームプロデューサーの値段バンバン上がっておりますので、この機会に買っておいて正解でございました。この時はまだ1万7000円で、ユーストリームプロデューサーを購入できました。アプラレルさんありがとうございます、こんばんは、じゃあこんにちは。もう今どうなんでしょう、 JJ ジャパン円で、あ、今 22,993 円するんですね、ユーストリームプロデューサー21,000円、私買った時1万7000円ですよ相当差がありますね、この時買っておいて正解でしたということで、2月にユーストリームプロデューサープロを導入しました。そして106回目、これがですね常磐特快なラジオ、この年では一つ目のコラボ企画になるんですが、サイバー特快な模型部ということで、サイバーさんとコラボをさせていただきました。サイバーさんと一緒にですね、サイバーさんは L700 のビートレを作って、私が E5 のビートレを作るという、サイバー特快な模型部という配信をやらせていただきました。また1000円以上、そうなんですね復帰ダルさんお帰りなさいませ、うわ5000円ほど上がってしまった、そうなんですよね、だから本当私は買い時が良かったと思ってます。プロデューサープロもうね、ライブメッチ早うダルさんね。そして
107回2月16日がこれが道見あれ上がってるのかということですが、2月16日ドコモスマートフォン大研究会という配信がございました。この配信なんですが、ドコモのスマートフォン、当時まだ私はですねガラケー使ってたんですね。F06B という富士通の、ガラケーを使ってたんですが、現在その私が使っているスマホに買い替えるためにエクスペリア Z と、なんだっけ、エクスペリア Z アクオスフォンギャラクシーで迷っていたんですね。でその3つの中からどれにしようかなというダラモレ配信でございました。これ意外と皆さんから、たくさんご意見をいただきまして、結局、アクオスフォンにはせず、そしてエクスペリア Z にもせず、あ、ごめんなさい、こっちに出てますね。ガラケーユーザーであったり常磐特会がスマホ海外を相談がてら配信、タイムラインが非常に盛り上がり多くのご意見をいただくことができました。電話するよりはフィーチャーフォンの方がいいと気づいた私キーパーさんですね。ただ結局私が購入したのはギャラクシー S3α でございました。というのはですね、ドコモショップでこのギャラクシー S3α が一括で2万円で買えるということで、あ、じゃあこれだということで、ギャラクシー S3α をこの時に購入いたしました。現在ルミラ、920、720、レクサス5をあたり迷ってます。ゆきさんもですねガジェクラの方に進められてますけども、この時は私ギャラクシー S3α を購入いたしました。今になってみればエクスペリア Z にすればよかったかなとちょっと後悔しておりますが、これが2月でございましたね。ここまでの常磐特会のラジオはですね、視聴者数はまあ今日はお昼の配信ということで少なめですけども、あ、いえ自腹ではありません、これは親に買ってもらっております。この常磐特会のラジオ、まあ大体30人から35人ぐらいの視聴者数でございました。瞬間がですね、で今日はお昼の配信なので少なめですが、3月になりまして常磐特会のラジオが爆発的に、変わるきっかけとなるわけでございます。 Z さんの端子がしげかけている、うわー怖いですね。ということでこの、3月どのような配信があったかというと、こちらでございます。第109回は、IC カードで変わる交通 カード事情、まあ至って話題としてはあっても配信なんですが、あ、ごめんなさい、これ第110回がサイバー特会の目標、これ間違いです、ごめんなさい、これでございます。3月9日は何だったんだろう。3月9日の配信は今調べてみます。3月9日はサイバー特会の模型部ではございません。3月9日は3月9日に配信したのは、あ、駅そば研究会ですね。第1回目の駅そば食べ比べ大決戦がございました。そしてこちらでございます、第111回ゾロ目で3月15日から16日にかけまして2日間配信したのが、去る渋谷、来る渋谷、あの渋谷にありがとう、次の渋谷にこんにちはという企画でございます。この頃から仕事があれになったのでユースト業界に復帰し始めた結果、そしたらいきなり東横工事実況
で、この3月の15日、16日に一挙、2夜連続で3配信させていただきました企画、去る渋谷、来る渋谷、あの渋谷にありがとう、次の渋谷に本気一番が、非常に盛り上がりまして、楽しい配信となりましたね。2日間またいでやったのはこの配信が唯一なんですが、もともとは別の企画をやる予定だったんですね、この日は。ただ、急遽並行して東横線企画をやらせていただいたという日になっております。ではその去る渋谷来る渋谷なんですが、東横線の副都心線直通開始に伴い開始される高架駅と地下駅を2日連続で特集したものでございます。東横工事実況のまとめ配信ですね、皆さんの中にも、まとめ配信ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、このまとめ配信も、一応この、去る渋谷来る渋谷の、中に、内包させていただいております。で同時接続ですね、ジョバトッカララジオは今まで、あまり視聴者数的には芳しくなかった番組だったんですが、この東横工事実況のまとめ配信ですね、まとめ配信で同時接続100名超えを初めて記録した企画でもあります。あ、いいところなんですが、年越しそばの調節を、ゆきさんは直通初日に中華街行ったということで、あ、年賀状提出をしているので、いらついてらっしゃいませということで、去る渋谷でございます。でまず去る渋谷、これ3月15日に配信したものです。ザカさんとのスカイプ中継がございまして、渋谷第一踏切付近より中継していただきました。ではですね、あのカフェ兵庫にも行かれたという方もいらっしゃるそうですが、ではでは今日はですね、せっかくですので、このザカさんとのレポートの模様を皆さんにちらっとお見せしたいと思いますね。東横線の渋谷第一踏切も今は使われておりませんけれども、そちらの踏切から中継していただいたザカさんと私の中継、どうぞご覧ください。ちょっと今画面を調整しております、少々お待ちくださいということでですね、東横工事実況のよしと少々お待ちくださいね。いう感じですから、車内はそんなに混乱してるとかすごい乗り納めで、もともとまだこの時間でも各駅停車が7分30秒車間で、急行と急も15こちらがそれぞれ15分1本ですから、実質7分30秒車間で走ってますから、比較的本数に余裕があるんで、そういう積み残しとかの混乱はないんですけど、この後渋谷って土地柄金曜日ですから、終電間際がどうなるかっていうことですね。特にその普通のターミナルとは違って、その渋谷というターミナルのような特徴がどうなるか。そうですね、ただ東急の告知ではもう、今日山手線が今信号トラブルで遅れてるんですが、普段そういう時は終電を延発させるんですが、今日は工事の都合で、そういう接続は一切取らず、時間になったらもう見捨てて発車するっていうのを、告知していまして、田園都市線とか今日乗ってきたんですけれど、車内ではその様子、その時の車内アナウンスっていうのを、今日はお早めの帰宅をっていうのをとにかく促していました。そんな状態でした。というレポートがですね、繰り広げられたわけでございますが、こちらザカさんのご協力で、配信をさせていただいた回でございます。よいしょと。ではでは元に戻ろうしまして、ということでこれがまず去る渋谷ですね。
2013年の、まずはなくなっていった方の渋谷駅を特集した企画でございます。東横直通がなかったら個人的に年に2回も衛星に行かなかった。そうですよね、やっぱりそういう方はね非常にたくさんいらっしゃいまして、東横直通があったから東京まで来て見てみたくなりましたということでね、東京にいらっしゃった方もいらっしゃいますので、やっぱりね相当びっくりしたところがあります。東急からの東急踏切からのザカ特派員、そうですね、ウィーのですね特派員としてやっていただきましたが、常磐特快のラジオでも、がっつりと、特派員していただきまして、まず渋谷ではレポートしていただきました。そして東横工事実況まとめニュースとですね、常磐特快のラジオのチャンネルを使いまして、ツイキャスで配信されていた東横工事実況の模様を、こちらで配信させていただきました。こちらが同時接続130ほどいきまして、こちら現在も番組記録として残っております。トップに乗らずに120はこの東横工事実況バトルユーストのみが言われるところ、この乗馬とかのラジオの実力でございますが、番組記録としてトップに乗らずに同時接続120人の方にご覧いただきました。非常にですね臨場感満載でしたが、こちらは私の方では、現場に行っておりませんので、触れすぎ、皆さんぜひ動画の方でお楽しみいただければと思います。そして、徹夜しまして翌日、朝一の列車で私は来る渋谷の方ですね、翌日徹夜いたしまして早速、渋谷駅を初日に、取材するというですね、非常にもう興味深い。あ、クーガさんこんばんは、ありがとうございます。22名の皆さんですね。これがツイキャスユーストの大きな力となって話題になった。そうですね、思えば豊橋から岐阜まで来た。あ、もうロコロコさんそこまでいらっしゃってるんですね、開始から。ドリボーさん、東横直通化は人の流れが変わったみたいでいい結果。そうですね。そして、直通運転の様子を撮っていた。で、どうも風の噂では今日も来たという言葉はどうもこのユーストから生まれたらしいという、お話を聞いたり聞かなかったりしておりますが、来る渋谷、こちらはですね同時接続60人ほど、ご覧いただいた配信でした。ちなみにこの企画がきっかけとなりまして、常磐特快のラジオ非常にご覧いただける方ツイート数が一気に増えまして、おかげさまで増えまして、ユーストリームのおすすめ番組に認定されました。星のつく番組なんですが、ユーストリームおすすめ番組に認定されましたので、非常にトップに出やすくなったり、ツイートがハッシュタグだけのツイートでもこのソーシャルストリームに表示されたり、番組紹介に HTML の本文が使えるようになりまして、この東横企画をきっかけといたしまして、常磐特快のラジオはユーストリームさんの、ご協力をたくさんいただける配信になりました。なので実は今でも常磐特快のラジオこの下の方にバナーがありますよね、他の番組こんな番組がありますよというところに常磐特快のラジオは、おすすめ番組なので載せていただいております。他に、まあ、交通系ユーストだと鉄道談話クラブもおすすめ番組ですし、サイバートリーストリームもどうですとか、あとはこちらのまた鉄道系ではありませんがナビッチカーツ3ですとかアキッチンもおすすめ番組ですよね、この下に出ますが、常磐特快のラジオもこの東横きっかけでおすすめ番組にならせていただきまして、現在ではリニューアルされたページではエンタメの中に常磐特快のラジオが配信に出られるときには表示していただけるようになりました。ということで現在の番組史上最大の企画として君臨しております。これが3月でございました。では気を取り直して4月でございます。4月は
第113回が4月2日こちらは名古屋に行った時ですが、ジョバナジオフリートークで、第114回が近鉄の島風乗車レポートでございました。これは非常に皆さんから羨ましがられたんですが、1ヶ月前に切符を取りまして、島風号に乗車することができました。なので、その1ヶ月間ですね、1ヶ月前に取った指定券で実際に島風に乗車した際のレポートをお送りいたしましたのが第114回でございます。これがですね、非常に YouTube のアーカイブの方で、200再生ほどご覧いただいてまして、比較的、ジョバナジオの YouTube アーカイブの方では中では、たくさんご覧いただいている企画になっております。そして116回ですね、115回が MD90 でした、失礼しました、 JAL MD90 の引退企画、116が京成の総合参道車両基地の見学の模様の、配信です。寝落ちだったな、失礼いたします。で、この総合参道の車両基地の大見学の2日後の月曜日、4月の22日の月曜日にユーストトゥデイに出演させていただきました。というのも中川ユーストリームの中川社長ご出演だったところが、急遽ご出演できなくなったということで、その時たまたま見学にいた私が、おしゃべりさせていただいたという形なんですが、4月22日に、ユーストトゥデイに出演させていただきました。で、山手線物語、そして4月最大の企画が常磐特快なラジオ2周年大感謝祭でございました。この企画は本当にですね、たくさんの方にお集まりいただきまして、おザカ特派員ご出演ナウ、これはあれですか、ボックスのカウントダウンで、おじゃあ皆さんですね、ぜひタイムラインに常磐、どうしよう、今ザカさんが誰やっていくということですので、ぜひご覧ください。常磐特快なラジオ2周年大感謝祭ということで、南は京都から、西は京都から、いらっしゃった方も、いらっしゃいます。あ、ミキティさんこんばんは、夫婦はバタバタしております、ありがとうございます。どうぞどうぞお忙しくお忙しいとは思いますが、ということで常磐特快なラジオ2周年大感謝祭ですね、プロの鉄道カメラマンの村上裕太さんをお招きしまして、トークショーをさせていただきました。なぜかミスターに向かってダイアグラムの説明をするザクラトムハイヤー、そうなんですね。さっきまでチャレギー以後に近い塗料を購入して、ああそうですね、小田急のダイアグラムの解説だ、さすがでございます。ということで第118回が常磐特快なラジオ2周年大感謝祭でございました。そしてざっと見ていきましょうね、タッチーさんありがとうございました。一番西から感謝祭いらしていた、京都からわざわざいらしていただいて本当にありがとうございました。常磐特快ラジオ感謝祭は来年もやります。来年はですね、場所問わず東京公演、大阪公演という形で、2公演考えております。よろしければご参加いただければ幸いでございます。住む場所問わず、東京大阪どっちでもやりたいと思っておりますので、多分東京公演は、前回と同じゲストの方をお招きすると思います。大阪公演はまた考えますが、感謝祭、ぜひですねご参加いただければ幸いでございます。ツアーかよってということですが、では5月と6月です。5月がブルーリボン賞ノミネート賞でお除くで、第120回、こちら非常に好評いただきました企画でして、玉名公演はないです私大阪がちょっと限界でございます。第120回が広島サイコロの旅でございます。非常に好評をいただきました、どうでしょうのどうでしょうの旅ですね、をやらせていただきました。どうでしょうの旅はですね、今年あ来年また春ごろ、オンエアを予定しておりますので、お楽しみというところでございます。で第121回、これが東武東上線物語という至って平凡な配信だったんですが、この配信で
ジョバトカラジオ初めてユーストトップに乗りました。なのでこの時にユーストトップに乗りまして、さらにアーカイブも、あれですね、アーカイブも乗った。アーカイブもトップに乗りまして非常にですね盛り上がった配信でございました。水島さんこんにちは、ありがとうございます。感謝祭の時に乗馬して、そうだったんですよね、ダノさん。ダノさんとは何やかんのやでお会いできなくて、この感謝祭の時に初めてお会いしましたね。で、第122回からは新ちょめちょめの旅、そして第123回セカンドライフオブトレインという企画をやりました。地方譲渡車を覗くということだったんですが、これが非常に好評企画でございまして、たくさんの方にツイートをいただいた企画でございました。あ、ふうかさん、サイコロが自販機の裏に隠れてしまったのは面白かった。そうですね、あれはちょっと奇跡すぎたと思います。給料もらったら超回しに突入。ありがとうございます。そして、124回はこの日ちょっと私が、でかい仕事があったということで感謝祭の再配信でございました。で、その翌週が東急追い松線物語、26回が新ちょめちょめの旅で新桜台新丸子に行きました。でこの中で、あ、今トップに乗ってる、あ、そうなんですか、ありがとうございます。ではないですね、さすがに乗ってはないですね。セカンドライフライフしてる元西武の C101 絶賛運行中、ありがとうございます。この第128回から先の、このようですね、ジョバンレディオコンコンサートツアー2014ナナシちゃん、イエーナナシちゃん用コンサートというのはなかなかあれでございますけども、第128回からこんなことやりました。鉄道談話クラブと常磐特快なラジオを一緒にやっちまえというコラボ配信をやらせていただきました。しかも場所は大阪駅、まさかの大阪駅でですね、鉄道談話クラブと常磐特快なラジオ同じ土曜の夜の配信同士がコラボいたしました。ちょうどですね、鉄道談話クラブが3周年でしたっけね、だったということで、まあ、私の常磐特快ラジオの方がちょっと乗らせていただく形で、やらせていただきました。大阪駅の時の広場特設ステージ、そうでしたね、共演しましたね、楽しかったです、あの鉄道談話クラブで。この鉄談と常磐ラジオのコラボの時だけ使われたオープニングエンディングがございまして、今日はその中からオープニングの方を皆さんにお見せしたいと思います。せっかくですので、ちょっとその鉄談常磐ラジオの、方のですね、様子を見ながら、ごめんなさい、オープニングじゃなくてエンディングを皆さんにご覧いただきましょう。この時のエンディングはちょうど私がタッチさんに合わせてトワイライトストリームをですね、使わせていただいたんですけれども、あ、行きましたね、アーカイブ。ではこちらの、鉄談常磐ラジオの、模様の方もお楽しみになりつつ、少しですねおしゃべりしていきたいと思います。少々お待ちくださいね。これはサイズは変えられないのかな。よいしょと、ま、はい、こちらですね、もう少し広げましょう。でぐぐぐっとでかくしまして、でキャプチャー画面を変えまして、音を入れます。よいしょと。で、
音ですね。はい、で音を上げてちょっと飛ばしましょう。はい、ごめんなさい。ということで、ですが、意味が悪い。逆にこっち iPhone になったんで機動力が増したということです。はい、ジョーマンさん、こういう感じで配信されております。はい、こんな感じでやっております。そうですね、おすすめかと思います。相変わらずのギャラリーのということで、これが、私とタッチーさんで、コラボ配信をさせていただいた。まあ大体このね、怪しい感じを見れば、あ、こいつら、ね、この時の広場というところから実際に配信をしていたというですね、多分もう二度とやんないんじゃないかなというような、ものすごい貴重な。あ、これタッチーさんですね。タッチーさんが今外に。プチ坂番組とはでコーナー終了。そこには夏にも行ったわ。なかなかいい場所。そうなんですよね。なたって涼しいですし、気持ちいい。この時は関西でこんなことするやつおらへんやろ、おらへんやろと思ったんですが、この間嵐山、花灯籠ですか、で一脚にスマホとカメラ3台据え付けてキャス、ユーストキャスしてたりとか言って、321系が新大阪方面へ向かって、さすがでございます。あ、タッチーさん、そう、からしれんこん T シャツで、そうです、この時はからしれんこん T シャツでタッチーさん参加されていたんです。はい、ということで終演を迎えるわけでございますが、この時限定で作りました、鉄団と序盤と会のラジオコラボ限定のエンディングを、ちょっとご覧くださいませ。ニューストリームからはここでお別れでございます。ここまでのお相手は序盤特会と有田中央でした。それでは皆さん、また来週、この後ツイキャスでお会いしましょう。なぜか大阪の配信なのに渋谷の動画ばっかりでございます。ということで、これがエンディングでございますね。一応番組は終わらないということで、やってますけども、
まだですね、そう渋谷が全然工事が進んでないので、この時の、写真というのは非常に貴重なものになってますね。これはですね、あのステージの という、エンディングを、使っていた動画でございました。あ、晩ご飯調達入れかけるのでありがとうございます、タナさん。ということで、この7月はですね、鉄団と常磐特快なラジオが大阪駅で、コラボするという企画が行われました。そして、7月8月ですけれども、こちらではひたちなか海浜鉄道への、取材がメインでございまして、ひたちなか海浜鉄道吉田千秋社長にゲスト出演いただいたり、ローカル鉄道から始まる地域づくりなども、お勉強をしてまいりました。で9月ですね、9月からは、月2回の配信になりまして、9月、10月それぞれ2回ずつ、そして11月に3回で12月に2回という配信になっております。でまず9月で人気だったのが、137回の京急快特最前線、これが非常に人気でした。京急の力恐るべしというところなんですけれども、京急線のですね、快特の歴史、そして、全面展望を見ながら盛り上がるというですね、非常に、タイムラインもにぎわった企画でございました。そして第142回が駅そば食べ比べ大決戦ツイートレーン関東2014の開催地発表。駅そば食べ比べ大決戦はですね、常磐特快なラジオのおなじみの企画でございますけれども、この時に2回目で私鉄の駅そばを食べ比べました。そしてツイートレーン関東は、開催地で、千葉の小港鉄道に決まったことをですね、皆さんにお知らせいたしました。で、第144回と145回は歴史ものが続きました。144回は新宿の60年、地図から読み解く新都心の姿、145回が展望席の60年小田急特別急行、これザカさんとのコラボでした。そして第146回が、そこの2013年ありがとう年忘年会スペシャル、本日でございます。以上が常磐特快なラジオの2013年でございました。今までの中でですね、まあ、ちょっと途中、長くなってしまいましたが、やっぱり皆さんの中で一番常磐特快なラジオで印象深かったなという配信、まあ3月からご覧いただいている方だと、この猿渋谷クール渋谷が一番、懐かしいと言いますか、常磐特快なラジオこんな配信だったなというのも思い出される方が多いのかもしれません。実際にですね、私もこの常磐特快なラジオ一番面白かったなというのはこの猿渋谷来る渋谷でございます。あ、ミキティさん改めてこんばんは。ということで3月のですね、ダイヤ改正に伴って東横線の、過去と今を取り上げた猿渋谷来る渋谷が、
まあ、ツイート数的にも、一番多くて2500ほど、ツイートをいただきました。そしてもう一つですね、面白かったが今トマトさんもつぶやいていただきましたが、常磐ラジオ大感謝祭でしたね。私の質問が採用されたし、休憩中のインタビューは爆笑でしたということで、常磐ラジオ感謝祭は、ぜひ YouTube、YouTube でのアーカイブをご覧いただければ、幸いなんですが、本当に感謝祭もね、面白かったといった方も、あ、タッチーさん、自分が絡んでるという意味もあって、感謝祭と大阪駅生放送は印象深かった。あ、感謝祭は面白かった。大垣で前原駅お疲れ様でございます、ところこさん。では、皆さんにとって、一番面白かった、常磐特会のラジオは何、何ということで、今やっぱり感謝祭という言葉を結構見かけますね。感謝祭が面白かった。アブロさんこんばんは、ありがとうございます。あれ、もう始めていたんだ。あ、ですね、今日は、昼の2時半より配信しております。あ、そうですね、名言も生まれた呪いに執念あのイナジュンさんがねツイートしていただきましたけど、ジョーマンさんとのかな。そうですね、サンデーブロードゲージもね楽しかったですね。8月で終わってしまいましたけれども、来シーズンはね、また続編にご期待いただければと思います。サンデーブロードゲージですけれども、本当にですね、皆さんとの感謝祭、特に今回はツイートデーみたいな企画はございませんでした。感謝祭がね、一番皆さんと一体的に、直接楽しむことができた企画でございました。そして、まあ何よりですね、東横工事実況を含めた、サル渋谷来る渋谷シリーズでもですね、皆さんにですね、たくさん、応援いただきまして、おかげさまでですね、常磐特会のラジオ、おすすユーストリームのおすすめ番組にも、認定、いただきまして、で、視聴者数もですとかツイート数が特に非常に増えまして、ユースツイートのランキングでも50位台に入ること、たまにはありました。本当にですね、ありがとうございます。2014年の常磐特会のラジオなんですが、実はですね、常磐特会のラジオ1月2月に関しましては、1月2月3月にかけましては、私の事業上都合上月1にさせていただきます。1月はですね、まだいつ配信するか決めてません。2月もいつ配信するか決めてません。3月もいつ配信するか決めていません。そんな状況なんですが、しばらくの間月1にさせていただきます。で、4月以降に関してはまだ未定ということにさせていただきますが、毎週の配信がどうしてもちょっと厳しいので、まあ、多くとも週2、あ、月2という、形で常磐特会ラジオちょっとちっちゃくなってはいきますが、皆さんとどんどん楽しい配信作っていきたいなと思いますので、2014年の常磐特会のラジオ、そして8月に開催されるツイートデー関東2014もぜひお楽しみいただければ幸いでございます。本当にですね、2013年の、常磐特会のラジオ46回ですね、配信させていただきましたけれども、たくさんの、応援ツイート、ためになるツイート、そして、背中を押していただいた皆様、ありがとうございました。ぜひですね、2014年も常磐特会のラジオとともにお楽しみいただければ幸いでございます。無理せずマイペースでありがとうございます。大事な時期だから自分のペースでありがとうございます。新生活がペースになるまではそちらをありがとうございますね。常磐特会のラジオもですね、また、いずれは毎週配信できるようにですね、頑張っていきたいと思いますので、ちょっとしばらくの間皆さんのですね、まあ、アーカイブ等々で内部をお楽しみいただいて、常磐特会のラジオのお休みにちょっとご理解いただければ幸いでございます。そしてもう一つ、皆さんにご協力いただきたいことがございます。もう一つ実はあるんですね。ちょっと今読み込み中になっておりますので、まだ
ようですか。アプラリルさん、ありがとうございました。良いお年をお迎えください。もう一つ皆さんにお願いがございます。今読み込み中ですね。よいしょと。大丈夫かな。よいしょと。ではここで申し上げますと、あ、自由席争奪戦キャストですね。久々にやります。はい、そうです、リキティさん、その通り、ユーストリーム大賞でございます。ユーストリーム大賞2013がね、この4月いつでしたっけね、配信されます。上腕特化ラジオ、今回はできればちょっと頑張ってまいりましたので、トップ20を狙いたいと考えております。2013しか出てません。2で答えなら起動ということですが、投票がですね、年明けてから始まります。皆さんぜひですね、ぜひですね、常磐特化なラジオ面白いなと思っていただけたら、投票のほどよろしくお願いいたします。高校生のね、3年間の、常磐特化なラジオやり続けてまいりまして、皆さんに、たくさん、やらせていただきましたので、ぜひユーストリーム大賞2013ですね、お好みの番組と、常磐特化なラジオをポチッと、クリックしていただけるとものすごくありがたいです。そしてユーストリーム大賞にはですね、コメント欄がございます。そのコメント欄のところにですね、ハンドルネームを入れていただいてですね、こんなすごい俳句なんだよというのをぜひたくさん書き込んでいただきますと、特別賞になりやすいというお話を、聞いております。ぜひユーストリーム大賞常磐特化なラジオ、トップ20に、食い込めるように頑張りたいと思ってますので、一票のほど熱い思いとともに、ご投票いただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。そう、ポチッと押すという形になっております。常磐特化7条とお好みの番組と鉄道タンバクラブそうですね、ぜひですね、ユーストリーム大賞皆さんに盛り上げていきましょう。その中でも常磐特化7条ぜひぜひ、あれですね、皆さんのごひいき賜りますよう、2014年もよろしくお願いいたします。投票いたします、ありがとうございます。ということで、私もですね、投票期間中は多分本アカウント、常磐特化のアカウントでブーブーつぶやきます。皆さん投票よろしくお願いしますというふうにつぶやかせていただきますので、ぜひですね、この常磐特化7条に1票入れていただいて、楽しみいただければなと思います。ナラシちゃんも、ナラシちゃんと一緒にですね、ユーストリームスタジオ汐留行きたいです。ぜひよろしくお願いします。ということで、常磐特化7条2013年の振り返りでございました。ではですね、ここで1曲おかけしたいと思います。はい。いやー、ということでね、皆さんにちょっとひょんなお願いをしてしまいましたけれども、よろしくお願いいたします。ではですね、今から1曲おかけするんですが、おかけする曲は、常磐特化7条が夏まで、使用していたエンディングの曲をおかけしたいと思います。非常にですね、皆さんにもご好評いただいているこちらの曲いってみましょう。どこだ、はい、音がちっちゃいですね。もう一回いきましょう。入賞の際には生でなーなーなーな、いやそれはちょっと考えますが、まずは入賞するところまでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。では1曲おかけします。はい、ごめんなさい。はい、ということでお送りする曲なんですけれども、常磐特化なラジオが夏まで、おっと難しいですね。iTunes から今出してるんですけど、なかなか調整がうまくいかないところでございます。
高校生でこんなすごい番組を作るのは素晴らしい、ありがとうございます。そう、あと7時間で今年が終わりますが、上野駅16号線なな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 を歌うとでは改めていきましょう。3テイク目ですということで、2013年の上半期の常磐特化のラジオのエンディングテーマとして使わせていただいたこの曲いきたいと思います。お送りする曲は奥村信也さんでマイフレンドです。どうぞ。覚えたばかりのギター鳴らして下手くそな歌に酔いしれ合ってた。苛立つほどにぶつかるほどに互いに足りないことに気づいた。 Hello my friend 元気してるかい。 Hello my friend 夜が
今年の8月までエンディングに使わせていただいてた曲、奥村不審也さんでマイフレンドでした。さてここで皆さんからのメールをお読みしたいと思います。よいしょよいしょ、あ、これこのままだとあのピロンと緊急地震速報が出てしまうので、こうやってよいしょと、はい、ということで、皆さんからのメールをお読みしたいと思います。まずは、トマトさんからいただきました。メールの受付はここで終了させていただきます。皆さんたくさんのメールありがとうございました。トマトさん、私の今年一番の思い出、それは7月29日の東京遠征です。光栄で今は亡きかまぼこ屋根を撮影したり、タンス訪問、そしてタンス訪問の後に常磐特会さんやザカさんに会えたことです。いろんな話をできて楽しかったし、充実した一日でした。他にも12月20日の、東京遠征で、光栄号を撮影できたり、ミキティさんに会えたことも候補にありましたが、やっぱり7月29日の東京遠征の方が思い出深いな、ということで、ね、トマトさんね、この12月に東京にいらしてたということでございましたけれどもね、やっぱ東横のね、渋谷のところっていうのはやっぱ見たくなりますよね。私もですね、トマトさんいらっしゃるということで、あ、じゃあ大泉学園から合流しますということでお会いしましてね、本当楽しかったです。ありがとうございました。またね、来年は感謝祭やツイート連などのね、イベントにもお会いできればと思っております。あ、トマトちゃんチラッと会えたということで、ミキティさんがねおっしゃってありますけれどもね、ありがとうございます。また来年もぜひぜひよろしくお願いします。東京にもいっぱいいらしてください。で、次がタッチーさんなんですが、タッチーさんは文がないんですね。文がない、画像だけ送っていただきました。あえてユースリムプロデューサーには出さずにカメラでお出ししたいと思います。よいしょと、今年タイトル、今年一番はこれでしょう。じゃじゃん、よいしょ。まずは遠望でこれで鉄道談話クラブをご覧の方だったらわかると思うんですが、もう少し寄ります。これあれですよね、近江鉄道のビアデンですよね近江鉄道のビアデンでチャンネーと爆発、チャンネーと爆発したタッチーさんチャンネーと映るタッチーさんの集合写真が送られてまいりまして、私正直どうしようと思いましたけれども、このようなご紹介の形にさせていただきたいと思います。そう、ビアレンでリア充疑惑のね、しかもまあ、ありがたいことにナナシちゃん T シャツを、着ていただいておりまして、ナナシちゃん T シャツを、おかげで、っていう声にタッチーさんおっしゃっていただきましたけれども、私は至近距離で目撃した瞬間ということで、そうですよね、本当ナナシちゃん T シャツのね、力というのがなかなか強いということが、私自身もちょっと実感しておりまして、一度こう歩いた方がですね、振り向かれるんですよね東京とかで来ていると、やっぱりそれだけ皆さんに愛していただいているのか、変な T シャツだなと思って、多分変な T シャツだなと思っていただいているんだと思いますが、ナナシちゃん T シャツですね、来年もまた作る予定でいます。まだペリッチさんとは相談しませんが、来年もナナシちゃん T シャツ作る予定ですので、皆さんぜひですね、お買い求めいただければと思います。違うバージョンを今のところ考えております。ナナシちゃん T シャツかわいい、ありがとうございます。お気に入りということで、2014もナナシちゃん T シャツ、常磐ラジオ感謝祭の近くで、作りたいと思っておりますので、ぜひですねお買い求め、いただければ幸いでございます。ということで、常磐特会のラジオ2013年忘れられない思い出一選ということで皆さんからいただきました。皆さんメールを読まれました皆さん全員ちょまざめ1枚差し上げます。10枚貯まりますと
奈良ちゃん、壁紙プレゼントということでございますので、ぜひぜひ食べていただければと思います。ごめんなさい、爆発はしてないと証言してくださいということでございますけれども、知りません、はいということで、ここまで皆さんからのメールをお読みいたしました。ではですね、この後はお知らせを挟みまして告知コーナーとなります。皆様から告知ございましたら、こちらの方にですね、タイムラインの方にお書き込みください。ではもう一曲挟みます。もう一曲はですね、山作成さんの、曲でいきたいと思います。今日ね、山作成さんが高山さんと山作成さん今年ツイートレーンという熊本に、おっとっと、ごめんなさい、音が出ちゃった。ツイートレーンということで今回、山作成高山さんがですね、電車に乗って熊本まで帰られて、青春18切符でですね、熊本まで帰られたという、ことでございますので、ツイートレーン熊本の時までいらっしゃるそうでございますのでね、ぜひ、私もツイートレーン熊本は貼って、見てみたいと思いますということで、そんな山作成高山さんの曲の中でもやっぱりツイートレーンといえばという曲を私のこちらの番組の方でも流させて、おっと地震ですね、今茨城では地震を感じました、申し訳ございません、ちょっとびっくりさせてしまいました、申し訳ございません、茨城ではちょっと今地震を感じました、多分震度2か3ぐらいだと思います。皆さんにはちょっとですねびっくりさせてしまいました、申し訳ございません。まあね、ちょっと今日ですね、茨城でちょうど私の隣町で震度5弱ですねがありましたので、皆さんね、地震にはくれぐれも、お正月ですけどもお気をつけいただければなと思います。では1曲おかけしましょう。はい、ということで、そうですね、また地震ちょっとね心配ですけどもね、あ、今関ヶ原、おいいですね、のこのこさんいいところまで行かれているところですが、ツイートレーン熊本2014が1月6日に開催ということで、今度の日曜日ですね、あ、5日でした、ごめんなさい、1月の5日に開催ということで、今度の日曜日、皆さんで10時からユーストリームのね画面に貼って、熊本の車窓を見ていきたいと思います。おっとタイミングを逃します。ということでお送りする曲は、おっと大丈夫かな、はい、ということでお送りする曲は山作成さんのアカネサスです、どうぞ。おっとちょっと飛んでます、ごめんなさい、もう一回いきます、今日はちょっ とハプニングだらけで申し訳ございません。ということでお送りする曲でございますけれども、山作成さんの茜札、ツイートレーンのテーマソング、そして1月5日に開催されるツイートレーン熊本では生歌があるのかなというところでございます。ぜひ、ゆっくりとお聴きください。お送りする曲、山作成高山さんの茜札です、どうぞ。飛んでますね、ごめんなさい、少々お待ちください、このサンプラーのアプリが多分今悪さをしてます、ごめんなさい。もう一回ツイートレインバージョンのアカネサス行ってみたいと思います、少々お待ちくださいませ、ね、アカネサスいいねということで、次回の、関東のツイートレインも山作成さん高山さんに歌っていただきます。戻るべき窓の中へがテーマソングになっております。では改めていきましょうごめんなさい、ごてっ、お送りする曲は、ツイートレーン熊本のテーマソングとしても、話題になりました、3度目の正直に書きたいと思いますが、熊本のね地名が入っております、千葉橋西号市が入っております、よくね耳をそばたてて聞いてみてくださいということでね、1月5日日曜日10時から、
ツイートで熊本が走り出すということで、ぜひぜひ皆さん画面の前で楽しみたいと思います。お送りした曲、山作戦さん、アカネサスです。その遅れ気を抑える指の恥じらい君の角度を見限る刺したるわけも縁もゆかりも縁石も業も定めも情けなアラブル的にしなだれて日の国を後にしてなりすますススとね、そしてしれっとね、あきめくら悲鳴と雨少々と濡れ噛み合わない歯で佇むくさせす愛しき浅はか越えたやもめのテレンテクだと若いツバメが飛び去るにしごし人の恋路の邪魔をし大分ですね、テイク3が多いところでございましたけど、ハプニング感情性失礼いたしました。ということで、今週のですね、日曜日1月5日、10時から、朝10時から配信されるツイートレイン熊本2014、皆さんでですね、ぜひ応援していきましょう。お聞きした曲は山作戦さんで明かれさすでした。ということで、この後はお知らせを挟みまして告知コーナー、皆さんからのユーストの告知どんどんお寄せください。一旦お知らせを挟みます。
常磐特快なラジオオープニングテーマ愛のかけらシンクルミュージックより発売中。常磐特快なラジオ、はい、ということで常磐特快なラジオ、来週の、来週じゃない、次回の年明けてからの常磐特快なラジオなんですけれども、では、BGM がないんですが、では次回の常磐特快なラジオ、こちらでございます。よいしょとよいしょと、次回はこちらです。まだ実は企画は決まっておりません。次回の常磐特快なラジオなんですが、ちょっと配信日が特殊です。特殊です。1月中の水曜日23時半より配信いたします。ちょっとまだこれしか決まってないんですが、次回は1月中の、水曜日23時半を予定しております。もしかしたらですね、土曜日の配信になるかもしれませんが、現在のところ水曜日を、予定しております。まだちょっと企画が決まっていないのですので、ちょっとまだ、企画に関しては、言えないんですが、1月中の水曜日を現在のところ考えております。ということで、常磐特快なラジオですね、年内最後の配信なんですが、年始から、ちょっとですね、私もユースト見る回数減ると思いますので、告知の方は Twitter、Facebook、あとはユーストの方で、寄せていただきます。でタッチーさん、鉄団は新春3日から営業、今度の金曜日22時から新春特別妄想パラダイス京都の JR に新駅を、ということでね、タッチーさんの鉄団の方もぜひぜひぜひご覧いただければと思います。そして常磐特快なラジオなんですが、ユーストリーム大賞に、今回申し込みました。1月中に投票が始まります。ぜひぜひ、重ねてのお願いになりますが、投票のほどよろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします。常磐特快なラジオもよろしくお願いいたします。ちょっとエコーかけましょう。常磐特快なラジオもよろしくお願いいたします。常磐特快なラジオです。よろしくお願いいたします。ということでございますので、皆さんですね、ぜひ常磐特快なラジオにユースリーム大賞1票入れていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。ということで以上告知コーナーでございました。ウグイス七社が出てきそうだということでございますけどね、では時刻は5時半になりました。もう3時間配信しておりますね。ではエンディングでございます。
ということでですね、2013年の常磐特会のラジオは以上で配信おさめということになります。皆さん本当に2013年ありがとうございました。常磐特会ですね、進路のこともございましてですね、2014年は、また新しい環境でですね配信をさせていただくことになると思います。そして、またですね、皆さんと新しい出会い、そして、そして別れてますね、新しい出会いとですね、一つ一つの絆を大切にしながら、引き続きユースト配信を楽しんでいきたいなと思っております。ちょっとですね、皆さんの、ところからはですねちょっと遠ざかってしまうことがあるかもしれませんが、ちょっとそこら辺は温かい目で見守っていただいてですね、2014年もパワーアップしていく常磐特会のラジオをですねぜひぜひお楽しみいただければ幸いでございます。そしてブロさん、短い期間でしたがありがとうございました。本当、たくさんの方に支えられて常磐特会のラジオはありますし、たくさんの方に支えられてユーストリーム番組は成り立ちます。これからもですね皆さんの、ご支援とか応援のコメントが一番、私たちの励みになります。ぜひぜひですね常磐特会のラジオのみならずたくさんの番組にですね、応援そして支援のほどどうぞよろしくお願いいたします。常磐特会のラジオも、特にご贔屓のほどよろしくお願いいたしますということでございますが、来年も常磐特会のラジオ突っ走ってまいります。ぜひぜひお楽しみになさってください。それでは良い大晦日、そして良いお年をお迎えください。2013年最後の配信、ここまでのお相手は常磐特会でした。では皆さん良いお年を。さよなら。